キャリアコンサルタント資格講座説明会を始めます皆さんこんにちはレック東京リーガルマインドキャリアコンサルタント課の西脇直子です今日はこの後1時間ほどお時間をいただきましてキャリアコンサルタントの資格の概要、試験の内容それからレックのキャリアコンサルタント養成講座のご案内をしていきますどうぞよろしくお願いいたします では初めにキャリアコンサルタント養成講座を行っているレック東京リーガルマインドについて簡単にご案内をさせていただきますレック東京リーガルマインドは1979年に司法試験験の受験指導機関とししして創立しました40年以上各種国家資格試験や公務員試験対策講座など知的人材を担う養成の講座をさまざま行ってきています ちょっとパワーポイントの方でご紹介していきましょう。株式会社東京リーガルマインドです。私たちは成長を喜びにを行動指針として人が成長していく共に成長していく自分の未来を想像するための事業をさまざま行っています。 まず左上の「キャリアアップ事業」とありますがここが今お話ししました資格のレック合格のレックとしてご存知の方もいらっしゃるかもしれません各種試験対策講座などを行っています左下ですけれども「福祉事業」ということで保育や学童クラブなども運営をしていますまた右上「公共事業」と書かれているところです キャリア教育や就職支援生活困窮者の支援など観光庁の委託を受けてて行っている事業も様々あります右下関連事業というところで上から2つ目の NPO 障害学習という団体がありますけれどもキャリアコンサルタントの資格を取得した後の自己研査やネットワークづくりなどのサポートをしている団体ということになります。 それでは「キャリアコンサルタントの資格・講座・説明会」ということでこちらのような内容で進めていきます。まずパート1としましてキャリアコンサルタント資格と仕事の魅力についてお話しします。パートトでではは国家資格キャリアコンンサルタントの試験概要え3つ目パート3では レックキャリアコンサルタント養成講座のご案内ということで進めていきますではまずパート1のキャリアコンサルタントの資格と仕事の魅力についてお話ししていきますまずキャリアコンサルタントとはどういう仕事なのかということですがキャリア相談のプロフェッショナルです 今人生100年時代や働き方改革リカレント教育の実現など様々国の政策が発表されて実行されています働き方学び方生き方が皆さんこれまで以上に多様化をしている状況です多様な選択肢の中から一人一人が自立的に働き方学び方 生き方を決定できるように支えていくというのがキャリアコンサルタントの役割ですまずパワーポイントの左側上の方ですが就職転職キャリアアップなどを支援し一人一人が自分らしく生きるをサポートする仕事ですえ、そして今社会が激変しています AI 人は人にしかできない仕事をすることで価値の創造が進んでいるという反面これまでやってきた仕事が AI に代替されてキャリアの見直しを迫られる人も多く出てきています。 そのような場面で個人のスキルや経験の棚卸しと新たなキャリア構築を支援できる専門家はキャリアコンサルタントを置いては他にいないということになります。今お話ししたののののが、パワーポイント上の方の右側になります。AI の進展。 働き方改革人生100年時代リカレント教育これ障害学習ですねこの推進など激変する社会環境において自律的なな人生の選択をサポートすする仕事とということになりますそしてこのパワーポイントの下の方なんですけれどもキャリアコンサルタントは2016年4月に民間資格から国家資格になり 資格に対する信頼度が高まりまりしたこの資格を持っているということはプロとして必要な知識とスキルを身につけていることの証明となりますこれからキャリア分野での活動を希望される方にはもちろん必須の資格です またすでに他の分野などで実務に従事している方それからキャリア分野での仕事をしていらっしゃる方についても相談者の安心感と信頼感を高めてご自身の仕事の幅を広げていくためにも資格取得は是非おすすめしたいところです資格取得はプロの証明とということになります。 ではキャリアコンサルタントを取り巻く環境の変化について確認しておきましょうキャリアコンサルタントはアメリカから1980年から90年頃に日本に入ってきた資格であり仕事です日本ではバブル崩壊の後再就職支援や求職者支援の仕事といったところで専門人材として活動を始めてきた 社会に浸透してきたという流れがあります2002年に厚生労働省が職業能力評価試験として指定をしまして「標準レベルキャリアコンサルタント」という名称でまだ民間の資格でしたが民間団体がそれぞれ資格を発行しているという状況が続いていました。 2008年ですが厚生労働省がキャリアコンサルタントを10万人要請するという計画を発表しましたまた同じ頃ですがキャリアコンサルタントの国家検定制度がスタートしていますこの国家検定の制度については後ほどキャリアコンサルタントの国家資格との関係も含めてご説明をいたします さあこの2008年ですけれども社会情勢としてはアメリカの証券会社リーマン・ブラザーズの破綻という出来事がありましたそれ以降日本はリーマンショックに見舞われて非正規の就労者が非常に多くなりましたキャリアコンサルタントは以前バブル崩壊後については再就職支援のための専門人材として活動してくるといったところが主な舞台でしたが リーマンショックの後は非正規で働いている方々の正社員への就職をどのように進めていくかという分野であったり非正規就労者の方のキャリアアップをどうするかそういったところでもキャリアコンンサルタントの活躍が注目されるようになってきましたそして社会の変化とともにさらなる人数、えー、さらに質も高めていく必要が出てきたということになっています。 そうした流れを受けまして、標準レベルキャリアコンサルタントという民間の資格で実施していたキャリアコンサルタントが、2016年4月から国家資格となり、国家資格キャリアコンサルタントという名称が付けられたということになります。そして皆さんもご存知の通り、このパワーポイントの右上の方なんですけれども、さらなる変化、変革の時代を迎えています。 働き方改革、先ほども出てきましたが、人生100年時代、一億総活躍社会、AI 時代の到来などを受けて、キャリアコンサルタントはこの先さらに活躍の場面が広がっていく資格ということが言えます。今、国家検定制度のお話をいたしましたが、キャリアコンサルタント資格制度の体系をここで確認しておきます。 キャリアコンサルタントの資格ということでは国家資格のキャリアコンサルタントと国家検定のキャリアコンサルティング技能士という資格がありますこれまず難易度で見ますとベースラインとなるのが国家資格のキャリアコンサルタントで難易度が上がっていってキャリアコンサルティング技能士の2級 さらに高いレベルでキャリアコンサルティング技能士の一級という制度設計になっていますベースラインから難易度が高いという方向に矢印がついていますで、えー、右側のですね受験資格のところを見ていただきたいんですけれども国家資格のキャリアコンサルタントの受験資格というのは厚生労働大臣が認定する講習を修了すること あるいは相談業務経験が3年以上ああるることあるいは技能検定の一部合格その他の条件を保有してらっしゃる方についてそそもそも試験験の受験資格が得られるとといいうことになっています赤の太字で書いていますが厚生労働大臣が認定する講習というのがこれからお話を進めていくキャリアコンサルタントの養成講座ということになります。 つまり全く相談業務の経験がない方でもキャリアコンサルタント養成講座を終了することで国家試験験の受験資格が得られるとということになりますそれと比べて難易度が高いキャリアコンサルティング技能士の方も受験資格から確認していきましょう。 キャリアコンサルティング技能士の2級「熟練レベル」とありますがこちらの受験資格は5年以上の実務経験あるいは3年以上の実務経験者でキャリアコンサルタント試験の合格者または既にキャリアコンサルタントである方ということになっています。まあ、実務経験験がななけけれれば、そもそもも受けられない試験ということです。 一番難易度が高い1級指導レベルになりますと受験資格としては10年以上の実務経験あるいは2級の技能,技能検定に合格した後3年以上の実務経験が必要となっています現時点でのそれぞれの資格保有者の人数なんですけれどもキャリアコンサルティング技能士の2級が えー、2019年9月末時点の数字ですが9409名それに対して一級技能士が399名という数字ですまたベースラインとして位置づけられている国家資格のキャリアコンサルタントはこれは試験合格者ということではなくて試験に合格したなどのあとキャリアコンサルタント登録をした方ということですと4 7459名。 2019年11月末の数字ですけれども5万人近い方々が今キャリアコンサルタントとして登録をしている状況ということになりますキャリアコンサルタントの資格の体系はこのようになっていて皆さんがまず目指されるところがベースラインの国家資格のキャリアコンサルタントということかと思いますはい、えでは次のパワーポイントで キャリアコンサルタントのメリットについて確認していきます厚生労働省はキャリアコンサルティングを社会にあまねく普及させるためにキャリアコンサルタントの増員が必要だと試算をしていますこれ先ほどお話ししました厚生労働省のキャリアコンサルタント10万人養成計画のことなんですが 2024年度末までにキャリアコンサルタントを10万人にまで増やすことを計画していまして今その要請期間中とということになります現在のところでキャリアコンサルタントの登録者数が5万人に近づいているというお話をしましたけれどもさらにこの倍ぐらいの人数は2024年度末までに必要だというところで発表しているのが厚生労働省の計画です。 そしてこの10万人養成計画を後押しするための仕組みとして中ほど左側米印で書いてありますが「専門実践教育訓練給付制度」という制度を取り入れることによりまして資格の取得をを国が後押しをしています。この「専門実践教育訓練給付制度」については後で講座の説明の中でもお話をしていきますけれども。 養成講座を修了するプラス資格取得等をすることで。受講料としてお支払いになった金額の最大七十パーセントを。国が支給するという仕組みになっています。キャリアコンサルタントになりたいという方。養成講座を受講しようと思う方について。この、まず金銭面ですね。受講料の面で国がサポートをしている。 それが一つの表れということになっています。これあくまでご参考までなんですが、教育訓練給付の制度についてまとめた資料、厚生労働省から出ている資料をご覧いただいています。字が非常に細かくて、中身よく読めないところもあるかと思いますけれども、見ていただきたいのは一番左下の黄色い枠 の一番下ですけれども赤字でキャリアコンサルタントと書いてありますそして右下赤の文字の資格や講座について費用が最大70%支援と書かれています 教育訓練給付制度というのは雇用保険を原資元手とした制度なんですけれどもさまざまな教育訓練給付の仕組み講座が指定されている中でキャリアコンサルタントについては70%支給される専門実践教育訓練給付の指定を受けていいる講座ととうことになります続きましてキャリアコンサルタントのメリットとして。 先ほども少しお話ししていきましたけれども、えー、さらにお話を深めていきます AI 時代にこそ活躍とあります AI 時代の到来に伴ってこの先ですが AI に代替される仕事も出てきますですが人を支援する仕事は人にしかできないと言われています キャリアコンサルタントは激変する社会の中で人を支えていくという仕事です。先ほど少しお話をしましたけれども、A.I. が進展していくということは一人一人の働き方がこれまでとは大きく変わっていくということを意味します。A.I. に代替される仕事が出てくるといったところもそうかもしれません。ただその分人は人にしかできない仕事をしていく。 さらに価値観が付加価値を高めていく仕事を人がしていくということになりますそうするとこれまでの働き方や自分がやってきた経験などが少し違う方向で生かしていく必要があるそういう方々も働く人の中では増えてきますそういう時代の中でキャリアコンサルタントは働く人を支えていくという重要な役割を担っていくということになります そしてこのパワーポイントの下ですけれども自身のスキルアップに有益という点も見逃すことができませんコミュニケーション能力や対人スキル傾聴力などヒューマンスキルの重要性が高まる中それらを総合的に学ぶことができるのがキャリアコンサルタントの養成講座ということになります。このような知識を 演習を通じて実践的に身につけていくことができますさらに人生100年時代と言われていますキャリアコンサルタント自身ももちろん働く人ですその働く人働く一員であるキャリアコンサルタント自身も転職や独立という転機に向き合うことが多くなってきます ご自身のキャリアを構築するためにはどのようにしたらよいのか、自分らしく生きる、キャリアコンサルタント自身が自分らしく生きるためのスキルを身につけることもでき、この学びはキャリアコンサルタント自身の一生の財産になるものと言えます。この人生百年時代、学ぶと働くを繰り返しながら自分のスキルを上げていって、 上がったスキルをうまく活用して仕事をしていく社会に貢献していくという社会になっていきますそうした中では自分自身のスキルアップのためにもキャリアコンンサルタント養成講座をお勧めしたいいと思います企業などで人事採用関係担当している方に伺いますと必ず返ってくる答えというのがヒューマンスキルが高い方を採用したい。 コミュニケーション能力が高い方マネジメントができる方にぜひ来ていただきたいそういうおお声をよくお聞きします。そうしたヒューマンスキルやマネジメントスキル、えー、コミュニケーションスキルこう人と関わって人を支えることができるスキルというのはこれからの社会でも確実に求められていくものとなります。キャリアコンンサルタント養成講座を通じて、 例えばコミュニケーションスキルを上げるということを勉強していくそれを自分の身につけていくということは皆さんご自身勉強される方ご自身のそのままスキルということになっていきますそしてキャリアコンサルタントの資格を取っているということはそのスキルを身につけているという証明になっていきますそうした意味からもぜひキャリアコンサルタントの養成講座を受講されて試験に合格されて ご自身のスキルアップを図っていただきたいと思いますキャリアコンサルタントとして仕事をするという選択肢以外にもどういう分野で仕事をされていく中でもコミュニケーションスキルやヒューマンスキルは求められていくものですぜひこの機会にその,そのスキルを身につけるといったこともお考えいただければなと思いますはい。 ここまでキャリアコンサルタントのメリットについてお話をいたしました次のパワーポイントはキャリアコンサルタントの活躍の舞台と資格の生かし方についてご案内をしていますキャリアコンサルタントの今養成計画があってもっと人数を増やしていかなければいけないという状況だというお話をしました では、キャリアコンサルタントはどのような舞台で活躍をしていけるのかそのあたりについてのご案内ということになります。まず、今一番力を入れて厚生労働省が取り組もうとしているのが企業内ででの活用です、まあ、人事部の方などは特にこの資格重要となってきますね。人事部で資格を生かしていくまた 人事部でなくても企業の中で部下との面談やマネジメントに活躍する生かしていくということもあると思いますまた企業の中で働いていく中ではメンタルヘルスの面でメンタルヘルス不調を訴える方も多いというのが実情です予防的メンタルヘルスマネジメントであったりまた人材開発部門でのキャリア研修や 研修の設計ワー,クバラワークライフバランスの推進などにも活用していけますまた企業の中でやはり課題になっているのが従業員の定着支援や離職防止です人材育成の分野も含めてキャリアコンサルタントがアドバイスできるところサポートできるところはたくさんあります、はい、その下です 人材紹介派遣事業とありますここはまさにキャリアコンサルタント資格をそのまま活かすことができる分野だと思いますキャリアアドバイザーコーディネーター人事コンサルタントとしてスタッフや登録者への就業のフォローやマッチング企業への提案アドバイスなどをしていくそういう方にも必須の資格です またその下赤字で記載してありますが就職氷河期世代の正社員の就労支援といったところもこの先非常に注目されるところです2020年度についてはこの就職氷河期世代の方々の正社員就労を目指すという動きが非常に大きくなってきます これは厚生労働省もちろん国などでも盛んに今事業としても進められているところです就職氷河期世代の方々の支援は2020年の大きなテーマとなってきまして人材紹介派遣事業などでも注目される分野になってきますはい、そしてその下ですが教育機関での就職全般のサポートです 教育機関では大学のキャリアセンターがイメージしやすいかと思いますキャリアセンターなどでの進路の選択についての相談を受けるまた企業研修や応募書類作成の支援などもキャリアコンサルタントの重要な仕事ですまたキャリア教育を行う学校が増えていますキャリア教育プログラムの策定や実施 また、小中高校大学でのキャリア教育もキャリアコンサルタントに委託されるケースも増えてきています。右上に行きます。受給調整機関での相談業務。ハローワークなどでの職業相談や就職・転職相談。訓練前キャリアコンサルティング。そして、先ほどお話ししました。就職氷河期世代の正社員就労支援。 ここもこの先さらに力が入ってくるところですこの訓練前キャリアコンサルティングというところについて少しお話をしていきたいと思いますこの後またお話をするんですけれども訓練前キャリアコンサルティングというのは教育訓練給付制度を使う場合にそのハローワークでの申請のタイミングでその教育訓練給付を使いたいと思っている これから受講したいと思っている皆さんが、キャリアコンサルティングを実際に受ける必要があるという制度設計になっています。そこで、ハローワークで行われるキャリアコンサルティング面談のことを、訓練前キャリアコンサルティングと呼んでいます。キャリアコンサルタントの養成講座を専門実践教育訓練給付制度を使って受けたいと思われる方は、ハローワークに手続きに行っていただくんですが、 そのハローワークで実際にキャリアコンサルタントと面談をしていただくことになりますそのハローワークで行われている訓練前キャリアコンサルティングというのももちろん資格を取った皆さんのお仕事先の一つとしてこの先有望だということが言えますそういうこともありましてこの受給調整機関の相談業務の中に記載をしています でではそのの下です観光庁からの委託事業これはレックの中では公共事業と呼ばれている分野の事業部でやっているものなんですけれども行政が実施する事業でのキャリアコンサルティングやセミナーの講師公的職業訓練のキャリア再就職支援の相談員などはキャリアコンサルタントの重要なお仕事先ということになります。 観光庁から委託を受けて行う事業公共事業についてもキャリアコンサルタントの活躍の舞台ですそしてその下フリーランス人材紹介業キャリア相談や採用コンサルタント企業研修講師などとして独立開業していらっしゃる方も大勢いらっしゃいますまた他の事業とのダブルライセンスで活躍している方も多いです 特にレック東京リーガルマインドは資格試験の学校として40年以上実施してきていますのでさまざまな資業の方社会保険労務士さんや行政書士さんまた中小企業診断士さんなどがプラスアルファの資格としてキャリアコンサルタントの資格を取られるということも非常に多いです。 ダブルライセンストリプルライセンスでご自身の事業の幅仕事の幅を広げていらっしゃいますそして一番下です社会貢献ですニートフリーターの支援や生活保護困窮者の支援またシル,シルバー人材センターの相談員などとして活躍している方もいらっしゃいます ここまでキャリアコンサルタント資格仕事の魅力ということでお話ししてきましたここから先は皆さんがこの先受ける予定となっている国家資格のキャリアコンサルタントの試験概要についてご案内していきますはい、国家資格キャリアコンサルタントの試験概要です受験資格から おさらいをしておきます先ほど国家検定との違い制度の内容のところでもお話をしましたが国家資格キャリアコンサルタントの試験の受験資格としては厚生労働大臣が認定する講習を修了したものこのレックのキャリアコンサルタント養成講座終了されますと受験資格が得られますまた丸 ② としては相談業務3年以上の経験がある方 相談業務の経験3年以上ある方は、養成講座を受けなくても、そのまま受験資格が得られます。レックの中では、えー、試験対策講座を別途用意していますので、そちらを受講されて、えー、直接試験を受けるということもできます。また、えー、資格と資格の要件として、3番目、4番目もありますけれども、こちらの方は省略します。該当すると思われる方は、試験の実施団体にお問い合わせください。 試験の内容です試験区分ということで記載しています試験は学科試験と実技試験に分かれています学科試験は4試卓一マークシート方式で問題数が50問ですまた実技試験はその中でまた2つに分かれていまして論述試験と面接試験があります 論述というのは実際に記述式の回答をするもので問問題数は1問で50分で分す。そしてキャリアコンサルタントの試験の特徴的なところとしては面接試験、ロールプレイ、口頭諮問とあります。これどのような試験かということなんですがキャリアコンサルタントのこのロールプレイなんですが 試験監督2人の前で実際に相談者役の方がいらっしゃいましてその方の相談を聞いてお話を傾聴していって問題解決に向けて進めていくという面談を実際に試験の場で15分間やってみせるというものです。 15分間のロールプレイの後で口頭諮問と言い,いまして、今やった面談についての振り返りを行う、こうした形式の試験になっています。なかなか他の試験ではあのないかもしれません。キャリアコンサルタント試験に特徴的なものだと思います。 このような形式で学科と実技試験両方合格して初めてキャリアコンサルタントの試験に合格ということになりますはい次のパワーポイントです2020年度の試験日程です試験は現在年3回行われています皆さんがこれから受講されるキャリアコンサルタント養成講座の4日 5、6月のクラスを受講された場合受けられる一番近い試験が第16回試験学科と論述が11月1日面接試験が11月のまあ中盤以降のものということになります第16回の試験を受けることができますえ、そして実務経験で直接国家試験を受けられる方は第15回 6月の試験に間に間合いますそしてこの一番上にキャリアコンサルティング協議会実施試験の日程と書かれていますがこのキャリアコンサルタントの国家試験の試験実施団体が今一つ,つ,つはここに書いていますキャリアコンサルティング協議会で私たちレックが受験をおすすめしている団体です。 もう一つ日本キャリア開発協会 JCDA という団体がありますけれどもそちらはまた別の養成講座の団体さんがやっているところですので REC としてはキャリアコンンサルティング協議会での受験をお勧めしています先ほどご案内したキャリアコンサルティング技能検定を行っている団体もこのキャリアコンサルティング協議会ですので。 まず国家試験に合格した後技能試験手を目指そうと思われている方については内容がもう近い内容になっていて難易度が違うといったところですのでそのまま二級の試験などを視野に入れて対策しやすいと思われますそうした意味からもキャリアコンサルティング協議会での試験の受験をおすすめしています次のページ合格率を確認しましょう 今のところですね、第十三回目までの試験の合格率が発表されています。まずこれは学科試験の合格率です。学科試験は直近第十三回目の試験では七十一点一パーセントでした。このグラフなんですがかなりデコボコがありまして、第四回と第九回の学科試験が非常に合格率が低くなっていましたが。 このところ少し落ち着いてきている状況でしょうか。70%を超える合格率というのは、国家試験の中ではかなり高い合格率と言えます。なお、この学科試験の合格率は、今お話ししました試験実施団体2つありますが、2つの試験実施団体の合計ということになります。次のページは、実技試験の合格率です。 実技試験というのは論述試験と面接試験両方合わせた実技試験全体の合格率ですこちらはずっと高い水準で推移をしています直近の第13回試験では61.3%の方が合格をしていますいずれの回も60%を超える合格率ということですのでロールプレイの試験が少し 特集で心配される方もいらっしゃるかもしれませんが60%以上えコンスタントに合格者が出ているというのが現状となります試験の受験人数そのものはこのところ1回あたりの受験者4000人前後ぐらいで推移をしていますそしてこの学科試験と実技試験を合わせた合格率なんですが第13回の試験では 1>, 1回の試験で学科と実技両方の試験合格された方が50.8% 2人に1人は1回の試験で両方合格しているということです先ほども言いました通り国家試験の中では非常にまた合格率が高いと言えます そして民間の資格から国家資格に変わって最初のうちは比較的合格しやすい試験と言えるんですけれども年数を重ねるごとにだんだん難易度が上がっていくというのが他の試験を見ても言えることですのでこの先キャリアコンサルタントも国家資格になって年数が経ってくると難易度が上がってくる可能性もあります。 要請講座を受けて試験チャレンジしようと思われる方は早めの受験をおすすめしたいところです。はい、今ご覧いたただきましたのが高確率でしたさあそれではパート3といたしましてレックキャリアコンサルタント養成講座のご案内に入っていきます。 キャリアコンサルタントの養成講座のまずカリキュラムのところレックの特徴的なところからお話ししていきたいと思います養成講座のカリキュラムというのは職業能力開発促進法の施行規則で規定されているものです 2020年4月からキャリア支援の重要性に鑑み、養成講座の全体時間数が140時間から150時間以上に引き上げられています。ですが、レックでは2013年度からすでに155時間のカリキュラムで実施をしています。そして2020年4月以降も、これまでと同じ155時間、 で実施をしていきます私たちは社会の変化などに対応できるキャリアコンサルタントを育成するという目的のもとにこれまでもこれまで全体時間数が140時間で良かったところ既に155時間という充実した時間数を設けてキャリアコンサルタントの育成を行ってきました。 今回職業能力開発促進法の規則の改正によって時間数の規定は増えていますけれども REC のキャリアコンサルタント養成講座は155時間のカリキュラムでこれまで通りで進めていきますこの155時間の内訳なんですけれども通学が90時間と通信が65時間となっていますちょっと詳しく見ていきましょう この通学の90時間ですけれども、1日7.5時間で12日間の通学です。そして65時間の方は、この表の下ですけれども、知識編にありますが、通信自宅学習ということで、こちらが65時間ですえ。具体的にどのようなことをやるか、 ということですが実践編通学の中ではカウンセリングスキルの習得やキャリアに関する理論の習得そしてロールプレイなどの演習を通じて実践力を高めていくということを目的としています知識編通信自宅学習では添削課題が全部で3回プラス知識の確認テストをウェブで実施していただきます また通信ということで専門家の講義も聞いていただくことになりますメンタルヘルスの分野であったり法令関係の知識法律ですねそうした分野については専門家の先生方の講義を聞いてしっかりと理解を深めていただくことができますまたキャリアコンサルタントにとっては必須のジョブカードについての解説の講義であったり 有識者のの方々の講演についても視聴していただくこのような講座構成で実践編として通学90時間知識編として通信65時間合計155時間で講座を実施していきます、はい、次です。 2番目としましてレックキャリアコンサルタント養成講座は厚生労働大臣の認定講習です国家試験の受験資格のところでもお話ししましたがレックのキャリアコンサルタント養成講座を終了されますと国家試験の受験資格が得られるということになります。これ厚生労働大臣のの認定の講習でないと 国家試験の受験資格が得られませんのでご注意くださいレックの講座は厚生労働大臣認定の講習ですので安心してお申し込みください3番目です専門実践教育訓練給付の対象講座にもなっています先ほどもご案内しましたがキャリアコンサルタント10万人養成計画のために国も 金銭面のところで受講料を支援するといったところでのサポートをしているというお話をしました講習の終了によってお支払いいただいた受講料の50%が戻ってきますさらに資格取得等でキャリアコンサルタントの試験に合格して資格を取得するとプラス20%の追加給付が得られます 合計70%が国から支給されるという制度の対象に REC のキャリアコンンサルタント養成講座はなっていますそしてこの専門実践教育訓練給付を利用するためには受講開始日の原則1ヶ月前までにハローワークで手続きをすることが必要です。 この小目印のところに書いてありますが、受講開始日というのはレックの場合え、全クラスで各月の1日となっています。4月で申し込まれる方、4月のクラスをお申し込みになる方は4月1日、5月のコースの場合には5月1日、6月は6月1日ということになります。その原則1ヶ月前までにハローワークで手続きをしていただく必要があります。 そしてこの一番下に書いてありますが専門実践教育訓練給付の利用の希望者の方はジョブカードを作成した上でハローワークで訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要がありますここも先ほどキャリアコンサルタントの活躍の舞台のところでお話ししました訓練前キャリアコンサルティングを自分自身がまず受講前に受ける必要があります そしてキャリアコンサルタントとなった後この訓練前キャリアコンサルタントとして皆さん自身がハローワークでキャリアコンサルティングを行うということも仕事先の一つとして出てきているということです。はい、このようにレッグキャリアコンンサルタント養成講座は 講座の終了によって国家試験の受験資格が得られますし専門実践教育訓練給付の対象講座にもなっていますえ、では次です講師ですがレックの講師は実務家が中心です臨床心理士、精神保険福祉士、社会保険労務士など現場経験が豊富な人材による講義を提供しています 実際に相談業務に携わっている先生方から今どんな相談が多いのかであったりとかあるいはキャリア支援や企業の研修などに行っている先生方から現状や求められているものキャリアコンサルタントに必要なことは何かそのようなことを学ぶことができます。 受講生の方々の特徴です現在年間の受講者数が全国で千二百名以上となっています私業でダブルライセンスを目指す方は多いですがそれ以外にも企業の人事部の方ハローワークや人材紹介会社などにお勤めの方もいらっしゃいますまたキャリア支援分野が専門ではない方も多く受講されています 相談業務未経験の方でもキャリアコンサルタント養成講座受講できるわけですのでそうした方々も非常に多くいらっしゃいますこれからキャリア分野に出ていきたいという方もいらっしゃいますあるいは企業の中で部下のマネジメントのために役に立てたいヒューマンスキルコミュニケーションスキルを上げたいということでお申し込みをされる方も大勢いらっしゃいますはい、六番目受講環境です 実際に講義が行われる通学の場所なんですけれどもレックの各本校・学校を使用していますそれぞれの学校は駅前の通学しやすい立地にありますそしてやむを得ない場合の欠席については振替受講も認めていますただこの振替受講なんですが振替先の学校の通学講義が開講した後で 振り返先の定員が20人を超えない限りという条件はついています。この定員20名というところなんですけれども、キャリアコンサルタントの養成講座、何度もお話ししてますように、厚生労働大臣の認定の講習ということです。そこで充実した講義を提供するために、一クラスの定員の規定があります。多くのクラスで定員20名。 クラスによっては定員10名であったり少ない人数が上限となっているところもあります。その定員を超えない範囲においてやむを得ない事情がある場合には振り替えを認めているということになります。この振り替えをうまく活用していただいて終了要件を満たしていただいています。次7番目です。受講料です。 全国で各種の試験対策講座を実施しているスケールメリットを生かしまして広告宣伝費や会場費などの経費を最小限に抑えていますその分受講料に反映させていますまた割引制度も充実しています一般価格は30万2500円税込みテキスト代も込みで入学金などの追加費用はいただいていません レックの講座は安いけれども大丈夫ですかというお話をたまにお聞きするんですけれども今申し上げました通りレックはさまざまな講座を行っている資格試験の学校です教室もたくさんありますさまざまな試験も行っていますそうした中でスケールメリットを活かして 下げられる経費は下げてその分を受講料に反映させているということですのでどうぞ安心してご受講ください8番目です試験対策です国家資格国家試験の受験指導校としての40年以上の実績を活かした講座を開講しています試験対策についても、えー、特に実務経験で受ける方ですね レックの方で複数の講座をご用意しています次のページで試験対策講座の一例ということでご紹介しておきます試験が学科と実技に分かれているというお話をしました実技の中では論述と面接がありますとそれぞれに対応した講座を用意しています学科については学科の特訓ゼミ一番左上ですねがございます またそれ以外にも右側論述の合格講座ということで論述の対策も行っています。それ以外に面接のスキルアップのための面接合格講座や傾聴をしっかり身につけるための傾聴トレーニング講座なども行っています。 オプションとなりますので有料になりますがレックのキャリアコンサルタント養成講座の受講生修了生の方々に対しましては割引の価格でご提供をしていますぜひこのあたりは本校のスタッフにお問い合わせいただければと思いますはい。続きまして合格後のサポートについてもご案内しておきます キャリアコンサルタントの養成講座を修了して試験に合格しましたその先ですね合格者の交流会を行っています年に2回東京大阪名古屋の会場で現在は実施をしています専門家による講演会も実施していまして自己研鑽とスキルアップも行っています 専門家による講演会による勉強をした後で懇親会ということでキャリアコンサルタントの合格者の皆様同士また講師の先生方も大勢お呼びしていますので講師の先生方とのネットワークを作っていく親睦を深めるといった場を提供しています。 それから2番目ですが NPO 障害学習認定キャリアカウンセラーこれは民間資格なんですけれども国家資格とは別に民間資格も発行しています最初の方で REC 東京リーガルマインドについてのご案内をさせていただいた中で。 NPO 障害学習という団体がキャリアコンサルタントの資格取得後のネットワークづくりなどにサポートをしていますよというお話をいたしました NPO 障害学習では独自に民間資資格格であるキャリアカウンセラー資格を発行していますそして NPO 障害学習登録していただきますとレックのキャリアコンサルタント更新講習の受講料の割引を受けることができたり 知識やスキルアップのための講座やセミナーの受講料の割引を受けることができるなどのメリットもあります。そして合格者交流会1番で記載している合格者交流会についてもレックのキャリアコンサルタントかと合同で行っています。はい3番目です更新講習。 今 NPO 障害学習のご紹介でも更新講習の受講料の割引制度がありますとお伝えしましたがこの更新講習についても REC でサポートをしています。まずこのキャリアコンサルタントの更新講習って何かということですけれどもキャリアコンサルタントという国家資格は名称独占の資格ということになります。 えそして資格を取った後5年後に更新が必要になります更新のためには5年ごとに原則として38時間分の講座を受けている必要がありますその講座のことを更新講習と言いますレックではキャリアコンサルタント登録後5年ごとに受けなければ ならない5年以内に38時間分受けなければならない更新講習についても複数の講座をご用意していまして皆様のサポートをしていますレックのキャリアコンサルタント養成講座の修了生の方は更新講習を割引価格で受けることができますそうした意味でもレックはキャリアコンサルタントになりたいと思った方から試験に合格された後のネットワーク作りそれから 更新の手続きに必要な更新講習の受講料をサポートするといったところまで一貫してキャリアコンンササルタトトのサポートをしています、はい、そして4番目ですけれどもオールキャリアコンサルタントネットワークについても簡単にご案内しておきます。 試験実施団体でもあるキャリアコンサルタントの新しい活躍の場を作り出していく活動に取り組んでいくといったところで登録をしますとここに書かれているようなサポートサービスが受けられるというものですホームページの URL も書いてありますのでご興味ある方はご確認ください えそしてパワーポイント最後のページになりますが合格者交流会の写真をここに載せてあります先ほどもお話ししました交流会では臨床心理士などの実務家の先生や大学の先生などによる研修を行いますさらに懇親会ということで皆様方のネットワーク作り横の連絡を取っていただくといったところのサポートもさせていただいています レッ c 出身の合格者の方々のネットワークを全国に広げていくそのような活動をしていますはい、ここまでキャリアコンサルタントの資格講座についてのご案内をしてきました、えー、皆さんこの後受けていただくキャリアコンサルタントの養成講座は4月5月6月生ということになります 4月5月6月生についてはパンフレットこちらですねピンクのちょっとイラストになっていますけれどもこちらがキャリアコンサルタント養成講座のパンフレットですこちらの中身をぜひご確認いただければと思いますまた実際にどこの学校でいつ開校しているのかということについてはこのようなスケジュール冊子もご用意していますのでご自身で どこのクラスに申し込むのか何月からスタートするのかといったところをご検討いただければと思います、はい、以上をもちましてキャリアコンサルタント資格講座説明会を終了します皆様のご受講をお待ちしていますどうもありがとうございました